政府は今朝の閣議で北朝鮮の核実験やミサイル発射のほか尖閣諸島周辺での中国の動きなどに強い懸念を示した2013年版の外交青書を了承しました。この中で日本を取り巻く国際情勢について国民の生命・財産と領土・領海・領空に対する脅威など情勢は厳しさを増していると分析しています。北朝鮮に関しては朝鮮半島をめぐる情勢は一層緊張が高まっているとしてアメリカや韓国などと連携して対応するとしています。また中国についても去年9月の尖閣諸島国有化以降領海侵犯が相次いでいることなどを挙げた上で粘り強く対話を行い事態をエスカレートさせないよう自制を求めていくとしています。